の言葉の始まりっていうのは GHQ とかね、あの辺もこう関わってるんで、究極のあの開運の祝詞言葉って言われてるんですよ。おっす、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということでね、本日も早速やっていきたいと思います。で、今回紹介するのはですね、押し手文字というね、まあこれが書かれているね、押し手文献というものがあるんですけども、結構ね、なんかリクエストが多いんですよ。押し手文献についてやってくださいということで、ちょっとこれをですね、やっていきたいと思います。まあ結構ね、これがですね、やってるね、言霊とかそういったものにこう関与してくるものなので、探っていきたいと思います。ということで、ドンと行こうぜ。押し手文献のね、概要を説明します。押し手文献は、押し手という文字で書かれた古文書のことです。これまでに発見された押し手文献というのは、ホツマツタエと、三笠踏み、そして太間にというね、3種類だそうです。まあこれがですね、一応押し手文献の一応概要です。この押し手というものはですね、江戸時代のですね、中頃までに存在していたとされる神代文字、神代文字とも言うんですけども、そのうちの一つだと。この押し手を使ってですね、記述された文献が押し手文献となるんですけれども、一部の研究者の間だとですね、この押し手文献というのは、縄文時代の頃から使用されたというふうにされています。まあ基本文字のですね、48文字っていうものと、うまくこう活用してった変態文字とされるですね、149文字からなるこの押し手文字っていうのは、文字を構成する記号とかですね、発音、そして母音、この種類によってそれぞれ意味合いがあるというふうに言われています。で、このことからですね、日本に漢字が伝来する前のもの、まあ高度なね、文字文明というものが、縄文哲学と一緒にね、その思想として、この日本にはあったのじゃないかというふうにささやかれています。で、この押し手文献とされる書物がですね、主に3種類あります。それがホツマツタエ、三笠踏み、そして核の御旗と呼ばれているものです。で、一方ではですね、この押し手文字というのは江戸時代にね、創作されたものなんじゃないかと、まあ、いわゆる偽書というふうなね、見方もあるんですけれども、江戸時代のですね、以前のいわゆるその遺物みたいなものからですね、押し手文字っていうものが記述されたものが確認されていないということが指摘されています。なんですが、一部の間ではですね、この古代日本を解き明かす考古学上の参考資料として押し手文献を活用することによって、画期的な発見がされるという意見があったりだとか、これは各界でですね、議論がなされているものなんですけれども、この押し手文献、押し手文字にはですね、神社の御符だったりですね、そういったものにこう使用されているパターンが多いと。押し手がですね、まあ、本当にその縄文時代から使われていた文字なのか、江戸時代頃から議論されていたんですけれども、神社とかのね、ところの御符にこう使われているっていうものとかの継承があるということはですね、まあ、何らかの、ちょっと意味がね、あるかなというふうには個人的に思ってます。で、押し手文字で書かれたこの押し手文献っていうのは、五七調といってですね、まあ、歌ですね、和歌とかにおいて、まあ、いわゆるその発音がですね、五音、そして七音のですね、順番で繰り返される形式になって、この押し手文字というものを書かれています。この五七調っていうのはですね、いわゆるその、まあ、素朴で力強い印象を与えることができるというふうに言われてるんですけども、こういったものがですね、いわゆるその万葉集とかに、採用されているということなんですね。で、それに対してね、その逆ですね、七五調というね、形式もあるんですけども、これはですね、優しく優雅な印象を与えると。いうふうに言われています。これはですね、古今和歌集とかそういったもので、採用されています。押し手文献ではですね、万葉集と違って、その名の通りですね、押し手文字を使った五七調ということになります。で、今の元号とかね、この令和の出典となったこの万葉集、これがそもそも押し手文献と同じ五七調で作られているものなんですね。そして何よりもですね、僕らの身近なものとしてね、これが残ってる名残といえばですね、日本国歌の君が代というものなんですよ。これもですね、五七調で作られている、歌になります。ということでね、この押し手文字のですね、もうちょい細かくね、それぞれを見ていきたいんですけども、ホツマツタエ、そして三笠踏み、そして太間に、この3つをですね、ちょっと端的に紹介していこうかなと思います。押し手文献ホツマツタエ、これはですね、都市伝説好きな人だったら、まあなんとなく名前は聞いたことあると思うんですね。で、僕は正直ね、あんまり知らないかったんですよね。というか、興味を持ってきたのが最近なんで、今までは知らなかったということなんですけども、このホツマツタエはですね、全40章、そして1万700行余りで構成されている、古事記とか日本書紀の原書とされている、いわゆる、古史古典ですね。
の一つとされています。成立時期はですね、正確には分かっていないとされています。なんですが、一応これ江戸時代の書物にですね、ホツマツタエの写本が残っているというふうに言われています。ホツマツタエの名前の意味としては、従来は誠の中の誠の言い伝えというふうに、意味があると言われています。押して文献を研究して、文字が持つ意味とかですね、その文字が持っている力道ですね、これを研究した結果導き出された新説として、いくつもの名家に伝わった文章を集めて編集して一つの文書に結集させていくっていう、こうした過程を経てまとめられた文章として残されたものっていう風にね、伝承されてるんですよ。まあ、つまり言霊の力道がですね、詳しくここに辞書のような形で載ってるってことなんですよね。なんで僕はですね、もう非常に興味を持っています。しかもね、この言霊の始まりっていうのは古代のね、大和言葉として継承されてきたということなんで、これはかなりね、興味深いかなというふうに思います。でですね、このホツマツタエの内容としては、天地開闢からですね、古事記、そして日本書紀でいう神代の時代ですね、そして初代神武天皇を経て12代目のですね、慶光天皇っていう天皇まで記述されているということですね。で、ホツマツタエは他にもですね、いろんなことが記述されているようで、縄文哲学の詳しい記述だったり、禊の方法とかですね、枕言葉とかですね、あとは国の乱れの原因、そして国の意味と統治の理念と、そしてですね、押して文字の成り立ちだったり、三種の神器の成立と意味、都の押してと呼ばれる当時の憲法、そして鳥居の意味ですね、神社の鳥居ですね、の意味だったり、自然神のですね、祭祀、大宇宙とですね、この人の関係と、そして大和言葉の語源とか、この辺がですね、全部きっちりね、述べられているそうなんですよ。なんでね、僕はちょっと後から調べようかなと思います。このホツマツタエに記述されている内容がもちろん真実であればですね、日本の国のいわゆるその創建とですね、古代日本をですね、明らかにするいわゆるその参考文献にもなるので、これはですね、大方ここでですね、その歴史学的に意見がめちゃくちゃ割れるわけですよ。なんで、まあ、今世間一般的にはですね、偽書として扱われているということなんですね。で、まあ、こういったものとかをですね、こう偽書扱いしてるのはですね、やっぱり、まあ、GHQ とかね、あの辺もこう関わってるんで、その辺をこう見た上でですね、皆さんも考えていただければなというふうに思います。内容としてはね、だいぶ興味深いですね。はい、続いて三笠文、この三笠文は全64章五七帳で、編成された古文書ですね。で、ホツマツタエと同じで、三笠文も正確な成立時期は分かってないと。で、これもですね、確実に年代を遡ることができるのが一応江戸時代までとされています。まあ、現代までに発見されている文献というのは序文も含めて10章分とのことです。で、残りの54章というのはね、見つかってないということなんですけども、正確なね、内容がここでわからないんですけども、じゃあなんで54章がね、あるってことがこうわかるのかなっていう、ちょっと不思議に思ったりするんですけども、日本語学とかですね、歴史学の学会では、この三笠文もですね、ホツマツタエと同様に、神代文字、神代文字の文献ということで、偽書と扱われているそうですね。で、一方で、この三笠文も古事記、そして日本書紀の原書となった古史古伝の一つと考えられています。古事記、日本書紀とホツマツタエ、そして三笠文、まあ、この中でですね、同じ内容の、箇所をですね、精密に照合することによって、押して文献が古事記と日本書紀の原書であるというふうに認められるという主張がね、あります。この三笠文っていうのは原文とされるものの大半が見つかってないので、謎に包まれた書物ではあるんですけれども、まあ、昔からですね、この歴史ある神社とかに先祖代々守られてきたりね、してるんで、まあ、どっかの神社のね、ところで継承されている可能性が今もなお、可能性としてはあるみたいなんですよ。そして、最後の押して文献、太間に、まあ、この太間にっていうのはですね、言霊学においてね、出てくるんですよ。言霊太間にっていうね、ものは本当に言霊の真髄を記しているね、ものなんですけども、これはですね、一応その押して文字で書かれた古文書ですね。で、太間によると、成立というのはホツマツタエと三笠文と同じような時期で、漢字がですね、伝来されてくる前の古代の日本だというふうにされています。で、こちらもですね、現在発見されているのは最古の写本として江戸時代のものだと言われてるんですね。で、確実に遡ることができるのがここまでというふうにされてるんですよ。で、先ほどまでのですね、この2種類の書物っていうのは歴史書であるのに対して、太間にはですね、占いの関係に深いね、歌歌集としてね、残ってるんですよ。まあ、占いのために作られているっていうような感じですね。冒頭にですね、三輪の末年というね、人物の序文がこうあって、その後にこう記述されている内容として元分けっていう言葉があるんですね。そこから128首の和歌が載せられています。で、太間に
によるとですね、この編集者っていうのは天照神っていうふうに書いてあるんですよ。まあ、つまり天照大御神だというふうなね記述がされています。で、先ほど述べたですね元明けっていう言葉なんですけども、これは古代日本人の宇宙観のね象徴であると。これをですね、まあ、同心円をですね中心から放射状にですね線を書いて、区切ったものに文字を1文字ずつ配置した図になっています。太間にっていうのはこの元明けと呼ばれる図を元に占うものであるというふうにされていて、この元明けはですね大宇宙をかたどったものであると。そして天上の世界にいるですね神々の座席を定めたものというふうに言われているわけですね。で、具体的には中心にあ、う、わの音とその周りに押して文字の48音が円形に並べられているものということなんですよ。あれあれっていうふうに思うかもしれないですけども、そうなんですよ。これね、言霊の八田の鏡っていうね最終的に到達する形があるんですけども、それをですね配置したものがこの太間になるんですよ。まあ、ちょっと一旦それは置いといて、中央のですね和のあう和のね文字っていうのは雨みぼやかみっていうね言うらしいんですけども、このあはですね天を指していて、うはですね神の最初の一息、そして和は地を表しているということなんですね。まあ、三位一体という形でこうやって写ってるわけなんですけども、一番目のですね和というのは、徒歩神えみためという文字が配置されていて、これはですね人の魂の王をですね地上に吹き下ろして肉体と結び合わせて寿命を得ることを表していると。そしてこの徒歩神えみためっていう言葉自体がですね、まあ、究極の開運の祝詞言葉って言われてるんですよ。運を開くためのですね祝詞言葉としてよく唱えられているんで、まあ、そういった意味合いもあるのかなと。2番目のですね和というのはあいふへもおすしという風になっていて、これはですね方位と言葉、そして人の五臓六腑を司るとされています。で、3番目の和というのはですねその他の音韻ですね、音とね響きとなっていて、人の容姿を司る、そして人の寿命を、日中ですね日夜休みなく守るという風に言われています。ということでね、この太間に書かれているこの元明けとされる図にはですね、このような意味があるという風にされてるんですけども、この元明けというのはですね物ね塔を開いていくっていうね開けるっていう、まあ、最終的な古事記に伝わってる天照大御神を、おびき出すためのですね最終的なルートがこれ記されているっていうね太間になんですよ。この太間に音図というものが、いわゆる言霊の力道一個一個を、まあ、神様のその配置別にこう並べてるわけですね。で、その配置別にいわゆる言霊の力道がですね通ってると、この力道が起こったら次はこれが起こってっていうような、いわゆるその循環をですね描いてるわけですね。で、占いの元になったっていうのはなぜかというと、その力道の通り人物だったりいろんなものの動きっていうものをですねそこに当てはめていくことによって、その次の動き、そして最終的にどこに向かってるかっていう動きが分かるわけですよ。これをですね初期の占いの方法として使ってたわけですね。で、今っていうのはそれが星の動きだったりそういった周期的なものにこう関連付けられて占いってされてるんですけども、初期の占いというのはですねこの太間の音図を書いてですねこの太間の言霊の一個一個の力道の通り占っていくと、そうすると最終的にどこに到達するのかが分かると、そして何が必要なのかも分かるっていうね、そうやって実はこの太間っていうのは使われてたんですよということがですね、まあ、言霊をこう勉強していくと分かるわけなんですけども、こういった視点からですね一応見ていくと、こういう文献はですねこれ限りなく真実に近いなというふうに思ってるんですよ。いわゆる偽証扱いされてますけども、そもそもなんで偽証扱いされてるのかっていうね、日本ではね漢字とかもねだいぶ変えられてるんですよ。例えば言霊の玉っていうね玉っていう字、霊っていう字も実はもっとね巫女の実っていうものが、ね、こう入ってる文字、難しい方の漢字があったりするんですよ。で、僕らの気ですね、気持ちの気っていうのもですね中にこう米マークが入ってる気とかだったりね、この辺とかがね全部廃止されてるんですよ。そういったことも踏まえて、なぜ僕らのねこの古代を探るっていうことがですねそもそも禁止されているのかっていうね、その辺とかをこう考えていくと、やっぱりね日本人に復活してほしくないっていう力が働いているっていうねことが一つの、まあ、事実としてね、これ今はまあこの時代だから言っていいのか悪いのかよくわかんないですけども、そういったものを踏まえるとですねもう限りなくこれは偽証ではないというふうに僕は個人的な意見として思ってます。ということでですね本日は以上になります。ということで、よかったらですねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。バイ。Thank you for watching. Please subscribe my Koji channel.